2022年3月9日から12日の4日間、東京ビッグサイトで2022年国際ロボット展インターナショナルロボットエキシビジョン2022が開催されました。ロボットがつなぐ人に優しい社会をテーマに実施されたこの国際ロボット展は、国内外における産業用サービス用ロボットとその関連機器を一堂に集めて展示した世界最大規模のイベント。今回の出展業者は600社以上、海外からの出展はおよそ50社でした。無人配送ロボットで世界をリードするキーノンロボティクスは、食品や介護、福祉、農業で活躍する最新ロボットを紹介するサービスロボットゾーンに出展。期間中は多くの来場者が訪れ、最新の配送ロボットを興味深そうに確認していました。特に同社が日本での主力製品と位置づけている T8 には多数の問い合わせがありました。2010年に中国で創業したキーノンロボティクスは、無人配送ロボットのリーディングカンパニーです。生産する配送ロボットは現在世界60を超える国地域で活躍しています。2022年1月には日本法人を設立、今後日本国内での販売、サービスとメンテナンスなどのバックアップ機能をさらに拡充してまいります。人材確保や衛生環境の保全という日本の飲食業が抱える課題に対し、キーノンロボティクスジャパンは無人配送ロボットを通じて積極的に取り組んでまいります。